西野美希です。今回、Hey Siri という初めて DVD を、グラビアの DVD を出させていただきました。もう、今後、このような DVD を出すかわからないので、本当レアだと思うので、ぜひ皆さん、買っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。こちらの DVD はですね、ちょっとセリフとかも言っていたりとか、こうちょっと彼氏気分になれるような DVD になっています、はい、初めてのことだったんですごく緊張したんですけど、徐々に慣れていって、うん、最終的にはこうちょっと普段の自分ではない自分を、新しい一面を見つけられた DVD になったんじゃないかなと思います。戸惑いは最初はすごくありましたね。やっぱりこう結構萌え台詞じゃないんですけど、ちょっと女の子してるセリフとかも多かったので、なんか普段言わなすぎてすごくちょっと恥ずかしさがずっとあったのと、まあ AKB の頃はそういうのを普通に恥じらいもなく言えてたんですけど、やっぱ卒業して4年ぐらい経っちゃうと、もう言うこと、そういうなんかファンの方にキュンゼリフとか言うことないんで、なんか久しぶりな気持ちになりました。カメラにキス、当たっちゃってキスしちゃうみたいなところ、シーンとかもあって、そことかもすっごい恥ずかしかったですね。あー、どうだろう。お気に入り。あ、でもなんか、普段こう元気なイメージがあると思うんですけど、夜ベッドの水着は結構シックになっていて、こうつなぎのお腹が空いてない水着なんですけど、ちょっと横が脇が空いてたりして、ちょっとセクシーな感じになってるのが珍しい水着だったんで、そうですね、ちょっと恥ずかしかったですけど、なんかその気になって、ふざけてないです一切。何点？まあでも初めてにしては100点なんじゃないかなと思います。まあこのためにダイエットも頑張りましたし、あ、でもやっぱファンの方はすごく喜んでくれていましたし、このヘイシリっていう名前がちょっと変、ちょっとふざけてるんで、これはマネージャーさんが書いたんですけど、なかなか、私はもうちょっと普通の題名にしようと思ったんですけど、なんか大好きとか、なんかそういう可愛らしいのにしようと思ったんですけど、ちょっとバラエティの事務所なんで、そのなんかね、精神が出ちゃって、ヘイシリってちょっと、でもお尻売りになってるので、まあ、ヘイシリっていう名前なんで、それに結構、ちょっと、ツッコミというか、そういう反響はあります。できて、まあ全体、お尻がメインってわけではないですけど、結構お尻も目立っているとは思います。2作目、そうですね。やりたくないわけじゃないですけど、全然ちょっと1作で十分かなっていう気持ちもあります。とりあえずは、はい、ちょっと恥ずかしさもあったんで、これでめちゃくちゃ売り上げが半端なかったら、うん、2作目も考えたいやってみるぞと、はい、そうですね、1ヶ月前ぐらいからこう食事制限を主にしてましたけど、まあ目標よりかは痩せれなかったですけど、それが逆にいい感じになってるとか、なんか痩せすぎても良くないって言われたんで、ちょっとそこで気が緩んじゃって、まあちょっとムチムチぐらいがちょうどいいのかって思って自分に甘えてしまった部分はあったんですけど、でも結果的にこれぐらいの肉付きがちょうど良かったんじゃないかなって思います。その時はでも一回ちょっと太ったんで、まあ45キロまで落とせたらいいなって思ってたんですけど、まあ48キロぐらいとか 47.5 ぐらいですかね、ぐらいしか落とせなかったですけど、実際今は45キロぐらいです。あ、痩せてですか。あ、もうそれはすごく思いますね。服とかも全然着るものも変わりましたし、なんか美意識も高くなったし、こう写真とかも撮るのすごい嫌だったんですけど、まあちょっと撮る
自信を持って撮れるようになりました。ああ、変わったと思います。なんか人から、こうもうなんかで、太ってる人としか、太ってる人と、人っていう印象でもう接しられてたので、なんかその、綺麗になったか、痩せて、なんかこう、いじらなくてもいい人って思われるようになりました。はい。日常でも。はい。今日の衣装。今日は、まあ、そうですね。今日はちょっとちょっとなんだろう、おしとやかな感じのワンピースにして、本当は私二の腕が太いのがコンプレックスなんですけど、最近まあちょっと、まだちょっと出せるようになってきたぐらい痩せたんで、ちょっと腕を出そうと思って今日は出ました。そうですね。あ、YouTube、チャンネル登録お願いします。西野美希です。今回、Hey Siri という初めて DVD を、グラビアの DVD を出させていただきました。もう、今後、このような DVD を出すかわからないので、ほんとレアだと思うので、ぜひ皆さん、買っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。